で伊藤元司です、この動画では皆さんからいただいた質問についてお答えしていきたいと思います。はい、最初の質問です。自分を変えていくには自分を好きになることが大切だといろんなところで学んで分かってきました。自分を変えたくて自分を好きになろうとしてきました。でも好きになろうとしても自分が変わらないのでどうすればいいのか分からなくなってしまいました。自分を好きになることについて私にでも分かるように教えてくださいというご質問です。はい、ありがとうございます。私のブログも読んでいただいてるんでしょうね。ありがとうございます。で、ブログや私のメルマガでもですね、自分を好きになるということの大切さについてはお伝えさせていただいてきたんですけれども、まあ、せっかくこの動画でお伝えできるので、ちょっとこの場でも分かりやすくお伝えできたらなと思います。で、正直言いますと私も今でも完璧に自分のことを好きだってもう 100% 好きだって言い切れるかっていうといまいち自信がなかったりとかするんですよね。でもというのはですね、やはりこんな自分ダメだって思っちゃってるなとかですね、これできないってなんて自分って実力ないんだろうなとかなんかいけてないんだろうなって思っちゃう時はやっぱり今でもあるわけですよね。でそんな自分でもなんでこういうふうに責めちゃうんだろうなってふっと、責めちゃう自分責めをしてるとやっぱり自分を好きになれないわけなんで、自分をどうして責めちゃうんだろうなって理由について考えていくと、なんかこういう思い込みあるなとか、あとこういう自分許せないなって思ってる自分に気づかされることがあるんですよね。で、このご質問の方は多分は、私なりの経験を通してちょっと、お伝えさせていただくんですけれども、この条件をクリアしたら自分は好きだけど、この条件がクリアできてないうちは自分を好きだ素晴らしいって思えないっていう条件付けをして、条件クリアしてる自分は OK、 クリアできてない自分はダメっていう条件分けをしている状態にあるんじゃないかなと思うんですよ。で、そうやって二極化してですね、自分を好きか嫌いかで判断してると、人間ってやっぱり自分の欠けてるところばっかり目がいってしまう生き物というか、脳がそういう作りになってしまってますので、なので条件をつけてる限りはなかなか自分を好きになるってことは難しいんじゃないかなと思うんですよね。なので、まずその条件をつけてしまう自分でも OK なんだ、こんな自分ダメだって思っちゃってる自分でも OK なんだ、でなかなか自分を好きになれない、この方なかなか自分を好きになれないっておっしゃっていただいてるんですけど、なかなか自分のこと好きになれないって思ってるしまう自分でも OK で、どんな自分でも OK だ OK だ OK だって、OK を出していくと、じゃあどうしてここまで自分を責めちゃうんだろうなっていう原因にフォーカスすることができるようになってくるんですよね。これは自分に OK を出していくと自分の、心の器がどんどん、こんな自分でも OK だっていういろんな条件を受け止める器が広がっていきますので、なので広がっていくとどうしてこんな自分好きになれないんだろうなっていう原因とか自分の思い込みとか観念とかにフォーカスがいくようになると思いますので、まずは条件をつけずにこんな自分でも OK なんだ、こういう自分を好きになれなくてどうしたら好きになれるのかわからないって悩んでしまう自分でも、OK だなって受け止めることから始めていただいたらいいんじゃないかなと思います。
はい、最後まで、動画を見ていただくくださりありがとうございました。できたらチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。